パート3です平成の闇将軍小沢一郎。パート2では、いよいよ海部内閣の時幹事長として小沢が47歳で就任した。その時には金丸の推しがあった金丸・竹下小沢、昆築賞というふうに当時呼ばれた。そんなお話も聞きました。ある時すでにに小沢には 大きな力があったんですよね、はいまあ、あの金丸晋、えー、貢献の下、まあ、小沢幹事長ですね、えーうん、金丸晋は当時、自民党の副総裁で、うん、まあ政界のドンと、まあ、呼ばれていたわけですけれど、海部さんはっていうと、あの時いきなり出てきた印象があって、でやっぱりじゃあ、なんで出てきたかっていうと、さっきパペットっていう言葉がありましたが、やっぱりお語り的な要素もあったんでしょうね。 うんああのー、まあ、三木竹雄の直系の政治家で、うん、えっと、はい、ま二、あ、十代からあのー、なんて言うんでしょう、あのー、政治家をやっていて、うん、でえっ、ー、とー文部大臣かなをやってはいるんですけど、うん、その三木竹雄が川本敏夫っていう、あの播磨の政治家に、はい。 まあ、派閥がくら替えした後、うん、まあ、川本敏夫の、まあ、なんていうでしょう、ナンバー2みたいな感じで、まあ、次は回復んだよねみたいな感じなんですけど、で、早稲田大学の有勉会。 の出身で、はい、あの竹下登とか、あとだから、まあ、森喜朗とかですね、うん、大渕恵三とかと、もすごい仲が良かったんで、うん、あのこれ、よく言われたことなんですけど、現、うん、住所川本派、本籍竹下派みたいなふざけた言い方されてるんですよ。うん、で、まああの、なんていうんですか、ちょっとね、あんまりこういうこと言うとあれかもしれないですけど、まあ、イケメン、政治家としてはイケメンで、なんていうんですかね、クリーンで爽やかなイメージがあるんで、うんまあ、この、 なんとか海部で政権を乗り切ろうと、まあいうことですよねだからリクルートの影響がやっぱりそれだけ大きかったってことですね。うん、大きいで、すねこの海部さんの時に小沢が幹事長として、らつわ腕を振るった、そしてちょうどこの頃世界史的にはソ連が崩壊してロシアになったあの頃だったかなと思っております。年代 ですよねはい。えー、っとね、この内閣は結構大事です。うん、えっとまず、おっしゃった通り、冷戦が崩壊した、はい、まずそれが1つですし、えー、もう1つは湾岸戦争が発生してる。あ湾岸戦争ありました、はい。はいうん、で、それから、えー 政治改革ですね。そのリクルート事件を受けた政治改革という。うん。うん、ってことはさっき話に出た小選挙区制に受けても、小沢はこの頃あたりから動き出していたってことでしょうかうん。というか、もう、小沢が幹事長だから、そういう話が出てくるっていう。<ー>うん。要は、要は、その小選挙区制導入を主張している、まあ、しかも、 47歳で若いけど力量になる小沢が、金丸真のあれをバックに、小選挙区っていうふうに言えば、やっぱりある程度自民党の中でも、チェッとは思いつつ、まあ、なんていうんでしょうね、うん。その まあじゃあ、検討しますかみたいな感じの、まあうんで、結局これ廃案になるんですよ。これうまくいかないんですけど、<あ>でこれはまあじま実は事情がいろいろあるんですけど、それをちょっと今からしゃべっていくんですけど、はい、だからまず国内問題では、そのいわゆる政治改革をどうするか。うん、でもう一つは、まあ、湾岸戦争ですよ。はい、要は、要はここに自衛隊派遣するのかしないのか、じゃあせその派遣しないとして、 日本のの国際協力どううすするのかっていう、まあ、話ですよねこの2つを、まあ、何がきついかっていうと、このパペット内閣がやらなきゃいけないっていうのが、やっぱりかなり無理があるわけですよね。うんうん、そもそもこの回復組織はどちらかというと、ハト派の人なんで、うんうん、当然自衛隊の海外派遣には反対。だけど、じゃあ海外派遣しないでどうやっていわゆる国際貢献するんだっていう、でしかも当時、日本はバブル景気の真っ最中で、 まあ非常に経済状況が良かったわけですから、はい、まあ要は、なんていうんですか、経済大国日本として、国際貢献、のお金だけでいいのかっていうやっぱり議論は出てくるんですよね。うん、だからそこに振り回されたのがまあ海部内閣だった、まだあの90年代でバルブの要因が全然あった頃で、はい、この頃は日本がそれでもブイブイ言わせてた頃でもあるんですよね。うん、はい でまず湾岸戦争に関してを言うと、えー、1991年に結局、湾岸戦争の戦費130億ドル、これを提供。うん、大体1兆円ですね。ですが、これ、有名な話なんですけど、戦後、クウェートが、えー、とニューヨークの新聞に掲載した感謝広告に、まあ、日本の名前はなかったという、まあ、有名な話で、うん、まあこれ、外務省がいわゆる湾岸トラウマっていうふうに言ったと。要は右派は 金だけ出して人は出さないとか、こんなの衛星国際貢献だとかですね、うん、まあ,あとは一国平和主義っていうような批判をする、うん、で、左派はアメリカの言いなりで無駄金を出したっていうふうにた叩かれるっていう、うん、で、まあ、ここからそのどうやって国際貢献をするのかなというのが課題になって、これ次の宮沢貴一内閣の時に PKO 協力法ですね、はい、これが制定される一つの背景になりますが、うんうん、どっちかっていうと、小沢は。 この小選挙区の方ですね、この政治改革の方に、うん、まに力をこう注いでたかなという。であの、海部さんの次、宮沢内閣だったでしょうか、はい、その時それ選ぶ時に小沢が面談したっていうあのシーンもなんか記憶、はい、なんか非常に記憶に鮮やかです。はい えっとじゃあまず順番に説明をしますと、うん、その政治改革のまあ小選挙区制導入の法案がですね、これ成立しなかった理由はですね、うん、えっと当時の東京都知事選挙がありまして、はい、でこの時にですね、えっ、ー、と自民党はですね、えー、NHK の記者かなんかで磯村さんっていう人を、はいはい、えっと自民党執行部はですね、まあこれが新しい候補です都知事の候補です。フランス語喋ってるおじさんでした。はい、うん、はい。はいうん で、それに対してですね、えー、当時、えっ、ー、と、東京都知事が、えっ、ー、と、参戦してたのかなあのー、鈴木俊一さんですよ。そうですね、鈴木俊一さんが3回当選して、うん、次出るとしたら4戦目だったんですけど、うん、で、えっ、ー、と、鈴木さんが最初出るとか出ないとかいろいろなんか言ったんで、うん、小沢一郎幹事長は、えー、その、磯村さんっていう、 <あ>方<を>小沢さんが磯村さんを持ってきたんですよそう、擁立したんです、でこれは理由があってあ、うんえー、当時、参議院がねじれ国会なんですよ、うん、要は自民党、過半数取ってないんですよ、はい、あの宇野宗介の時に負けて、<あ>あの有名な土井孝子が山川が動いたっていうふうに言った時なんで、そう,でね、でそうすると、ですね公明党か民社党か協力が必要なんですよ、うん、で東京都知事ってことでいうと、これは公明党なんですよ、やっぱり。はい あの東京都議会はやっぱり公明党の影響力が強いですから、で、でね、小沢一郎は、公明党の支持が得られる人ってことで、磯村さんを連れてきたんですよ。で、それはなんでかっていうと、その鈴木俊一はもう参戦してて、他、うん、選批判がある上にこに、高齢だったんですね、かなり年齢が高かったんで、公明党が支持しませんよと、鈴木さんはイメージが、まあまあ、失礼な言い方ですけど、やっぱりその何て言うかな、年で多選ってなると、やっぱりイメージが良くないですから。うんうんうん で最初、鈴木俊一は出ないって言ってたんですよ、だから、うんうん、公明党の支持が得られないんだったら、自分は引退するって言ってたんですけどそのい、じゃあって言って磯村さんを出してきたら、自民党の都の幹部ですね、はい、東京都の自民党、まあ、よく都連とかって言いますけど、が、鈴木さんじゃないと困るって言って、うん、自民党執行部は磯村さん。うん、けど 自民党の東京都連は鈴木さんをなんとかいや頑張って4 0やってくださいよって言ってで、鈴木さんも結局出る気になっちゃったんですよ。で、分裂選挙になったんですよちょうどこの頃東京都庁に、あの昔あの、東京駅の駅前のろに都庁があったのが、今の新宿の、えっと、西に、そうすらないのこで、はい、鈴木俊一さんが、まあ、それを決めた人だから。 この自分で都庁移転を決めた人に、最初の新都庁での都知事をやらせようみたいな、なんかそんな動きがあったのを覚えております。そう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 。うん、で、あの、結局、その分裂選挙は最後、鈴木俊一が勝つんですよ。はい、で、伊そう、<か>ボロ負けしたんですよ。うん、で結局小沢一郎は 要は磯村を擁立したのに負けたっていうことで、結局、うん、あの辞任に追い込まれるという。あそれは幹事長の辞任ですね、うん、幹事長の辞任に追い込まれる。で、うん、小選挙区制導入の旗振り役である小沢が、幹事長を辞めたもんだから、うん、いや、パペット内閣の開封がいくら政治改革って言っても、自民党の、まあ分かりますよね、その補修的な人たちは。 いやーやんなくていいでしょっ<れ>や,やれやれと。で、結局これ、海部は、うん、この政治改革関連法案を国会に提出できず、で、引責辞任するんです。うんあうん、でできたのが まあ宮崎一内閣なんですけど、まあ、その時にまに面談が行われたっていう、有名な話ですよね。と、うんはいうことは、面談やってたっていうのは、小沢の時幹事長は辞任してたんでしょうかそうです、えーとうん、小沢があれ、面談をしたのは、ですね簡単に言うと、当時の竹下派ですね。うん、この中に、小沢一郎を首相にしようかっていう声があったんですよ。 なんか金丸さんが次お前やらんかとかって小沢さんにそ<う>言ったとか。で小沢は断るんですよ。うんうん、でこれは、まあ、これもまた伏線がありましてこれ実はなんでじゃあその小沢一郎の、あのー、いわゆる擁立した磯村さんが負けたかっていう時に小沢一郎実はこの時ですね 強心症で、入院してるんでですよ要は彼の思うような政治活動ができてない、要はだからその磯村さんをまあなんだろう応援するための,その例えば選挙運動とかがまあしにくい状況に実はあって、でそれで結局負けてで、幹事長辞任します、でその後ですね、うん、小沢一郎は竹下派の代表代行になるんです。うん、まあだからもう、うん 事実上竹下派の幹部ってことなんですけど、うんえー、やっぱり狭心症をやった後なので、あんまりやっぱりその首相の激務っていうのは彼、やっぱりそれは彼が本人が言ってるんですよ。要はちょっとあまり自信がなかったっていうことで断ったんですよ。うん、で、そうすると竹下派は、じゃあ首相候補はいないので、わかりやすく言うと、最大派閥竹下派が支持した人が選挙で勝つよっていう、まあ、文脈に。 なったわけですよ簡単にでその竹下派の最大の実力者が小沢だったから、その小沢が多派閥の領収を面談したという、そういうことなんですね。というか、これはですね、厳密に言うと、この自民党総裁選に立候補者の3人いて、はい、宮沢貴一、はい、でこれが首相になるんですけど、はい、それから渡辺光雄ですよね、それから清和研究会の、えー、と三塚さんですね。はいはい、でこの3人が だから竹下派の協力を得ないといけないから、うん、これ、実はですね、これ小沢一郎がじ、うん、じゃあ自分の方から、あの私の方が若造ですから、あのおあのめいわゆるその事務所に赴いて、お話伺いましょうって言ったら、うん、渡辺道夫がですね、いやいや、こっちの方から、要は、 指示をお願いするわけだから、こっちの方から出向くのが筋だって言って、3人とも小沢の事務所に赴いたんですよ。それがいかにもメディアでは呼びつけたように、映されたんですよ。だこれがいわゆる、竹下派の自民党支配とか、ゴーワンという。本当は、私の渡辺みっちーの方からあの、こっちは、世話になるんやから、世話になる方があの出向くのが筋ですよねと,とね。そうそう。言ってきたとですね。で、はい、これは、 あの宮沢貴一、もう亡くなりましたけど、日経新聞の私の履歴書っていう、有名なね、今も続いてるコラムがありますけど、あれでも指示をこちらからお願いしているのだから、出向くのが筋であったとっいうふうに解雇してますから、当然なんですよ。結局、その小沢の目にかなったのが、まあ、あのこの時は宮沢貴一さんだったってことですね。失敗したっつってますけどね。失敗したっつってますけどね。渡辺みっちーにしとけばよかったっつってますけどね。うんうん でこの宮沢内閣のところなんですけど、あまりあのなんか印象がないというか、むしろあのなんかちょうどこの頃アジアで円構想をやろうっていうふうに宮沢さんらしくぶち上げたんだけど、すぐに潰されたとか、そんな, <laughs> あそんな話だけなんか聞きました <laughs>、はいまあ、アメリカからうるせえって言われてね。 で、この宮沢内閣の政治課題は、えっ、ー、と、当然その海部内閣が積み残した、えっ、ー、と、湾岸戦争を受けた国際協力のあり方。で、それからもう。PKO 協力法、ね。そうですね。で、はい、これは武あの、宮沢内閣の時に PKO 協力法っていう形で、国連の運動に協力するっていう形で、はい、まあ、自衛隊を派遣しましょうということで、決着がつきます。問題は、政治改革に関して、だから小選挙区の導入に関してどうするかっていう、 まあことになるんですけど、はい、もう一つ重要なんですね、この時に1992年ですが、はいえー、東京佐川急便事件という事件が起こって、うん、えと金丸真が、えーとまあ、不正なお金のもらい方をしてたと、うん、でいうことで、うんまあ、最終的に、えー、議員辞職かな。で まあこれもいろいろ言われていることがあるんですけど、ま,あ、まず簡単に言うと、これで金丸が失脚したっていう。うん、で金丸が失脚すると、小沢一郎はやっぱ金丸の貢献のもと、権力を握ってたわけですから、うん、このあと竹下派はでね、えー、どうするんだっていう、まあ、要は簡単に言うと、派閥会長、金丸がまあ辞めた後のまの派閥の会長をめぐって、誰がなるんだっていう。うん、で 年齢的に言えば大渕慶なんですよ、はい、ところが、まあ、その大渕恵三じゃ嫌だっていうのが、まあ、小沢一郎。うん、で、畑務を擁立して、うんで、これが自民党の竹下派が結局、小渕派と旗派に分裂するっていう、うんうん。竹下としては自分の言うことを聞く小渕。うん、で、小沢はまあやっぱりその原則論を唱えちゃうんで。 竹下としてはグリップが効かない可能性があるし、まあ、竹下の方よりも小渕の方小沢の方はやっぱり能力も実力もありますから、うん、まあ竹下としてはやっぱり小渕の方をコントロールできるってことで、まあ、やっぱりその竹下の意向もあるんで、まあ、小沢が出ていく形になりますこの時畑さんっていうのも小沢さんとも、えっとこの時にはもう通過の感じで、そうですね 2>,、うん、2人仲良かったと思います。はい あとあの渡辺幸造とかね、はいあのー、ここら辺がえっ、ー、が改革フォーラム21という旗派を、まあ、要は要りあのー、新しく派閥として作ると、うん、まあいうことなんですね、はい、でこの宮沢内閣っていうのは、えー、と何でで潰れちゃったんでしょうか,だか宮沢内閣は結局、リクルート事件とか、この佐川急便事件っていうのも起こったことで、まあ、要は政治改革やらなきゃいけないよねっていう。うんうん でえー、とーこの宮沢貴一改造内閣、まあ、宮沢内閣でいいと思うんですけど、党、はい、幹事長がです、ね、梶山清六なんですよ。はい、で、この梶山清六っていうのが小渕派なんですね。うんうん、で、そうすると、旗派の小沢気に入らないんですよ、簡単に言えば。だから、この一六戦争って呼ばれる梶山清六の六と、うんえー、小沢一郎の一とって一六戦争って言うんですけどうん、うんで、これで小沢ですね、要は梶山清六に突っかかるわけですよ。うん、で、なんて言って突っかかるかっていうと、 早く政治改革しろって、うん、でこれは小沢一郎はまあ国民の声をバックに、早く小選挙区制を導入しろって言って、だから権力闘争ですね。うん、で、これ、梶山はですね、まあ、小選挙区にはやっぱり弊害があるって言って消極的だったんですよ。その,、まあ、その弊害っていうのは、近年よく言われるね、うん、その結局、自民党の党執行部の力が強くなってしまう、だから自民党の公認だったらもう当選できるみたいなところがあるんで、政治家が骨分になるって言って反対する。そ、まあ、それはそれはで彼の まあ一つ、ああ、なるほど、見識だなというふうに思うわけですけれど、うんはい、で、その梶山が消極的なのが、すっごい印象が悪いんですよ、やっぱり。うん、で、例えば宮沢内閣自体が改革に消極的なんじゃないかみたいな。で、あの、何でしたっけ、あの、有名なテレビ番組ですわ、えっ、ー、と、田原。 がやってる朝まで生テレビで、朝生ですよね、あそこに宮沢貴一がちょろっと出たときに、その田原総一郎からですね、改革やるんですか、やらないんですかみたいなことを聞かれて、宮沢貴一が私の内閣で絶対やりますぐらいのことを言ったんですよ。で、やると言った以上は早くやれよみたいな感じになるんですけど、やっぱり自民党の中が収まらないんですよ、結局、いわゆる小選挙区制導入では。結局 その政治改革関連法案がまあ否決されたことで、野党が内閣不信任案を出したんですよああ、うん。で、その内閣不信任案を出したら、まず小沢たちですね、はい、この自民党旗派、これ、うん、自民党議員39名が、まあ、いわゆる賛成に回るっていう。あ造反しちゃったわけですね。造反したんですよ。で,うん、で、この造反によってです、ね、結局、不信任案が可決されるっていう。 宮沢内閣不信任案可で、これ、可決されると、宮沢内閣は10日以内に衆議院を解散するか、内閣総辞職するか、うん、で宮沢内閣は解散を選択、うん、で1993年の有名な6月、まあ、7月の衆議院総選挙ですね、第40回総選挙、はいはい、これがいわゆる自民党が下野するっていう。 す宮澤内閣としてはなんかもうボロボロになって選挙に最後の手段で訴えてるっていうことなんですよね。そうですね、はいうん、でこの時の選挙は、えーと、じゃあ自民党はもう全然ダメだったんでしょうかダメだったというかです、ね、この、えー、と内閣不信任案が、まあえー、と可決されたことを受けてですね、うん、えっと 竹村正義つい先日お亡くなりになりましたけれども、はいえー、この当時、自民党所属の国会議員だった竹村正義が、はい、約15名ほどの自民党若手の議員とともに離党、はい、で新党先駆けを結成します、はい、これを受けて、自民党旗派44名も離党し、新政党、これを結成するという形で、実はですね、はい、これ、自民党はだからもうごっそり減ってるんですよ。う だから、危機ですよね自民党としてはで結局、220名ぐらいしかも自民党って議員が、元議員がいなくて、うん、でその220名ぐらいは、まあ、大体当選してるんですよ。けど、220では当時、過半数足りないんですよ。ってことで、自民党はなんていうんですか、今まで通り議席は取ったけど、過半数割れしたって。うんうん つまり今まで取ってた人たちがたた先駆けで出ていってるし、うん、新政党で出ていってるしということなんですね。うん、そうなんです、そうです。だから別に自民党が大敗したわけじゃないんですよ。うん、自民党はまあ、それなりに議席は取ったんだけど、もともと過半数いないから、まあ、過半数に届かなかったと。うん、そうすると、その次の政権運営はどんなふうになったんでしょうか。でただ、えーと、220議席ほど取った自民党が大党。うん で、えっ、ー、と、社会党がボコ負けするんですよ。これ、選挙前議席120議席あったのが、50減らして70議席になるんですよ。この120あったのは、それこそマドンナ旋風の、あのー、まあ、どういったこことかの影響ですよね。ところが、だからそれがなくなって、じゃあ、どこが増えたんですかっていうと、まあ、一つは新政党、小沢一郎の。はい、それから、新、え、党、ー、先駆け。はい、で、それからもう一つが、 細川森博の日本新党ここで細川さんが出てくる日本新党、少し日本新党の話をしますと、えー、細川森弘ですね、も、えー、ともと自民党の、えー、国会議員を、はい、まあやっていてで、えーと、その後ですね熊本県知事ですね。 戦国の細川の末裔ですよね。あそうです、そうですよ。うん、あの細川家、熊本藩細川家の、うんま、末えい。だからあの、それが熊本県知事になったわけだから、お殿様になったってことなんですよけど。で、この細川盛弘がその、まあ、熊本県知事としていろいろやってたんだけど、結局、これは、えーと、8年間やったのかな、熊本県知事は8年間やったんだけど、まあ、要は結局、 なんもできないんですよ、うん、この当時,当時の、まあ、今でもどうなのか分かりませんけど、当時、結局、中央集権で、うん、まあ知事伝つったってもなできることが限られてるみたいな。で、まあ、これ、有名な話ですけどね、そのバス停の設置場所を移動させるだけにも、もう運輸省の許可を得るのにめっちゃ手間かかるみたいな、これ、うん、よく細川がその、なんていうんですかね、うん、地方には何もできないっていうのの、具体的な例として言ってたんですけど。うん、でその 改革が必要だと、結局国に権限握られてるじゃないかっていうことで、その改革を目指して、彼、参議院議員だったかなになるんですよ。で、1992年に彼、参議院議員選挙で立候補して、まあ、当選するんですけど、はい、で、その細川森博細川弘が、その1993年の衆議院議員選挙に向けて作ったのが日本新党って、うん、で、この日本新党から、 まあそうですね、今もなんですか、現役で活躍してる、まあ、有名な政治家っていうのが、まあ、たくさんまあいて、結構その日本新党っていうのがね、今の日本の政治を支えてるんだみたいなことっていうのはよく言われますけどね、例えば、まあ、代表的な例をいくつか挙げると、はい、まあ小池百合子、あまね、現東京、まあ、都知事ですね。うん、で、あとは枝野幸男、えー、前立憲民主党代表、うん、それから海江田万里。 うん、ですとか、あとは野田芳彦ですね、うんまあ、昨日なんか演説やって、まあ、なんか話題になってましたけど、<ー>え前,は前原誠二ですね、うんはい、とか、あの結構この当時、えー、とそのと後の民主党政権の中心を担うような、だからこの日本新党ってのは結構重要視される政党の一つなんですけど。うん これがですね、93年の総選挙で、まあ、躍進するわけですね、まあ、35議席取ったのかな、だから選挙前、衆議院の議席ゼロでしたから、うん、プラス35っていう。うん、で、まあ、自民党政権継続からみたいな雰囲気になったんですよ。なんでかというと、圧倒的第一党は223の自由民主党ですから。うん、で新政党もある で日本新党もある、先駆けもある、うんうん、で社会党がずいぶん減らした、こういう状況ですねあと、まあ、あ他の政党としては公明党とまあ民社党あたりですか、うん、存在感のあとまあと、ねうん、日本共産党とことになるんでしょうけど、はい、小沢ですよ、ここで。うん、何やったかっていうと、野党の決裁で一緒になろうぜって言って、全部一緒にしたんですよ、日本社会党も新政党も公明党も全部一緒になれば、うんはい、自民党を上回るから。 そしたら政権取れるぞって言ってうん、うんで、で、できたのが、まあ、有名な細川森弘、非自民の7党派連立内閣ってやつですね。細川森弘政権は、この、これらが全部集まった、あの野党は連立した、そういう政権だったわけですね。そうですね、もう共産党以外全部集まりましたみたいな、うん、共産党と自民党以外は全部連立しましたっていう、うん。なんかそれだけ聞いただけでも、なんかその。 えと政権作るのはいいとして、その後の政権運営が大変そうなんですが、そうで、しかもなんですか、大臣やった人がまあほとんどいないわけですよね、うんうん、副総理兼外務大臣の旗務、はい、これが多分閣僚経験のまあ唯一、あとはもうほとんど初入閣ですね、この細川政権っていうのは、なんかすぐになんか投げ出しちゃったような印象があるんですが。はい まあ、ただ、この内閣のやっぱり重要なのは何かっていうと、政治改革4あの関連法案を成立させたっていう。ということは、小沢はこの、えー、細川内閣でそれまでやろうと思ってたことを、ある程度達成したということでしょうか。そうですね、というか、まあ、政治改革関連4法案を成立させるということでは、 まあこの、まあ、7つ政党があったみたいなんですけど、まあ、日本社会党を除いては、基本的にはまあ賛成。うん、で、日本社会党は小選挙区は本当は嫌なんですよ。うん、で、嫌なんで、まあ、要はなんか後ろ向きなんですけど、小沢一郎はそのことは分かってるんで、日本社会党の土井孝子ですね。土井孝子を、まあ、これ、社会党の左派、左ってことになるんですけど、うん、これを衆議院議長にして、 まあだから反対でできないよようにすするわけですよねでこれが同一格好初の女性衆議院議長っていう話にまあつながっていくんですけど、うん、小沢はこの時社会党ともしゃべれるとかっていう、公明党ともしゃべれる、民社党ともしゃべれるっていうのをもう、あのもうフルに生かしたわけですよねそううす。そういうことです、そういうことです。うん、結局、この小沢一,一郎幹事長だった頃ですね、その回復都市内閣って、うん ねじれ国会なんですよ、うん、参議院で自民党が過半数取ってないんで、うん、これ、野党に協力を仰がなきゃいけない、でその野党っていったら、まず社,民社会党だし、公、うん、明党だし、民主党だしっていう中で、コミュニケーション取ってるんですよ。で、そのコミュニケーションを取るっていう風な中で、えー、要は、このいわゆる細川守弘7党派連立の、まあ、非自民の内閣できたときに、やっぱ小沢が主導権を握ることになるのはも、これ、当選なんですよね、政治経験的にもそうだし。 だから彼はあの、わざと内閣に入らずに、その7つの政党であの代表幹事連絡会みたいなのをやるんですよでその。いわゆる日本新党ある、新党先駆けある、民社党ある、社会党ある、で新政党、小の政党もある、その党の代表者が集まる会議を、これ主催したのが小沢一郎なんです。 ということはさっき、開封がパペットだっていうお話ありましたけど、ある意味、細川さんもパペットで、やっぱ実質しきてたのが小沢さんのような気もしてきたのですが。そうなんですよ。うん、で、その細川森弘内閣が長く続かなかった要因というのはいくつかあるんですけど、1つは、官房長官に就任した竹村正義です。はい、この人は、新党先駆けの代表。うん、で 自分から官房長官をやりたい、やりたいって細川に言ってで、官房長官に就任したんですよ。はい、でこれ、理由があって、な、うん何でかっていうと、官房長官って、今もそうですけど、新聞の記者会見とか対応するじゃないですか、はい、名前が売れるんですよ。そうで,すね、で、うん、その新党先駆けって、この当時、そんなに議席数が多いわけじゃないんですよ、15議席ぐらいなんで、うん、要は彼は、 安応長官をやりながら、新党先駆けの、その、なんていうんですか、名前を売っていってっていうことを考えたんですね。うん、で、まあ、それはそれでよく考えたなとは思うんだけれども、だから結局、パフォーマーになるんですよ。うん、結局。はい、で、えー、なんていうんですか、合意が取れてないようなことも、さも自分が主導して合意したかのように発表したりとか、で、この竹村正義が、そういうふうになんですか、パフォーマンスでこう先走るのに、 まあこれ一番頭くるのが小沢一町なんですよ。うん、で、この2人がまず喧嘩になるっていう。はいうん、で、まあ、細川森弘がこう間に入ってっていう形になるんだけど、まあ、なかなかうまくいかないっていう、これがまずその細川森弘内閣、まあその7党派連立だからうまくいくわけないよねっていうのがまあ一般的な認識で、それはまあ正しいと思うんだけども、何がうまくいかなかったかっていうと、小沢と竹村武蔵です。 でもう一つ、そのうまくいかなかった、まあいくつか要因があるんですけど、もう一つやっぱこの細川森弘個人ですよね。なんかよくわからないお金を東京・佐川急便から1億円借りたっていう。うん、で、このね、まあ、これ実はこの1億円借りて返してるんですよ、ちゃ、うん、んと。だから何も問題はないんだけど、これ何が問題になったかというと、東京・佐川急便から借りたっていう。うん でその東京・佐川急便から借りて何が悪いんですかって話になるんですけど、うん、いや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 、金丸真がもらったばっかじゃねえかよみたいな。ってことで、これ、自民党からですね猛攻撃あ。当時の野党の自民党です、ね、野党党自民党から猛攻撃受けるわけなんですよ、うんうんうん。自民党は自分らのことは棚に置いといてってことですね。<で>うん、まあそうですね。<laughs> で、まあちなみにこれ、自民党が猛攻撃かけるのはですね、これ、自民党がやばいからなんですよね。 要は、この当時の自民党って、要は初めてケアしたわけですよね、野党として、なんていうんですか、政権を追求するようなまあことはやったことはな,ない議員ばっかりじゃないですか、うん、野,党だ野党だったわけだからね、うん、で、えー、離党も相次いでるんですよ、うん、やっぱり、もう自民党はだめだみたいな、時代遅れだみたいな感じで、うん、で。 その中、まあそのだろう、自民党の中で、まあ、そのこの細川を追求するっていうことで頑張ったのが、まあ、有名な野中宏武は彼、京都の府議をや、はい、長くやってた人物なんですけど、京都ってやっぱり共産党の,その革新、ね、自治。うん ですよね、あの、うん、えっと、蜷川でしたっけ蜷川さんですね。蜷川寅蔵さんですね。うん、そ,うそうで、うん、で、そのもとで自民党が野党なんですよ。うん、自民党、京都府連は野党だったんで、野中広文はだからその蜷川不正に対して追及するっていうことを結構、不義の時代にやってたんで、まあ、この当時はもう野中さんは衆議院議員になってるんですけど、予算委員会でも野中がもう一生懸命佐官のことを攻撃するわけですよ。よこ、うん、これがが野中博文がこの後 政治家として幹事長まで台頭していく一つの大きな背景にはなるんですけど、うん、で、結局これで攻撃された細川が、まあ、この FMR と一緒ですよね。嫌になって辞めたっていう。野中さんはよく京都で共産党が何をしたのか私は知っているみたいなことをよく言ってましたけど、それはそういうことなんですね。そうそういうことです。うん、そういうことです。うん、はい。 小塚守弘さんもなんか、このさん見習ってあベタやべたって言われちゃったんですね。内閣する時にはねあの、祖父は動くべき時に動けなかったから、自分はあのその反省を生かしたいって言ってたんですけど、結局一緒がい,いみたいな。で、この後混迷する政局なんですが、次はじゃあど、どなたが首相としてになったんでしょうかここがね、小沢一郎がまあ一番動いたところで、 小沢一郎何やったかというと、ですねこれ細川の辞任を受けて、自民党に当時、渡辺道夫っていたんですよ。はい、これ、自民党の有力な総裁候補なんですけど、えー、自民党はですね宮沢貴一内閣総辞職後に、宮沢貴一がまあ当然、引責辞任して、うん、河野洋平と渡辺道夫が自民党総裁選やって、はい、河野洋平が勝つんですよ。うん、んで、渡辺道夫はなんじゃいみたいな感じだけど、うん、まあ簡単に言えば、うん、まあ、 ね、主流派から外れて、ちょっと冷や飯食わされてるわけですよ。自民党の中の反主流派,主流派です。うん、ここに小沢、手を突っ込むんですよ。うん、要は、別に細川が辞めただけだから、うん、反自民の7党派の方が議席は多いわけですよね。うんうん、で、そこに渡辺道を自民党から離党させて、うん、で、渡辺道を内閣。 もしそうなったら、もう自民党を打開するじゃないですか。あだから、そこも狙ったみたいです。小沢一郎の回顧録読むと、いや、だからこの渡辺道を引き抜くことで、もう自民党めちゃくちゃにして、だからもう政界再編ですよ、簡単に言えば。<ー>で、小沢が目指すのは、まあわかると思うんですけど、小選挙区制を強く導入してる人だから、彼は二大政党制。あうん、で、その二大政党制って言ったときに、彼がなんでその自民党を崩壊しなきゃさせなきゃいけないと思うかっていうと、だから結局、自民党って、 今も問題になりますけど、右から左までこっちゃでしょっていう。しかも、なんか一強でみたいな感じになってゃってるからそ,うそ,うそうそうそう。うん、だから、それを良くないと。やっぱ政権交代が振り子のようにできる二大政党を作らなきゃいけない。だから自民党も一回壊れてもらう。ただ、223でも多すぎで150ぐらいになってもらって、うもう一個片っぽで同じような、あのでもあの政策は違う保守政党がもう150ぐらいあって、うん、それを。あの 緊張感のある感じにするっていうのが小沢の狙いで、うんうん、ところがですね、これ、渡辺道夫が決断できなかったんですよ。あ<ー>いや、ここ決断してたら、絶対渡辺道夫は首相になれたと思うんですけど、うん、まあ自民党でやっぱ総裁になりたかったんですよね、渡辺道夫は。どこで総裁になってもよさげな気がするんだけど、自やっぱりここはなんていうんですかね、55年体制っていうのが長く続いてるから、まあ、これ、僕らからすると、 例えば歴史の結論を知ってるから、もったいないね、渡辺道をこの時首相なれたのにねとかってまあ言うのかもしれないけど、うん。もう一回、まあ、細川さんが辞、えっと、めたって言った後に、うん、渡辺さんがあのそのあの小沢さんの方に来れば、小沢は渡辺を推し、そして渡辺首相ができてたことでしょうってことですね。うん、そうですところが、うんまあ、そうはならなかったんで、まあえっと、第2の手段として、 えー、当時の新政党の、まあ、代表だった畑務ですね、これを首相にっていう形で、連立与党は畑務を内閣総理大臣に押して、内閣ができるっていうこれも私はなんかわとよく覚えてるんですけど、これ2か月ぐらいでなんか、なんかよくわからないまま辞めちゃった内閣っていう、そんな気がしました、うんはい、でこれはですね。 これ旗務内閣として、まあ、発足、まああの、彼が首相として指名された直後に、小沢一郎がです、ね、その統一会派を作るんですよ。はい、新しいその、まあ、統一会派っていうのはその衆議院の中での,、まあその会派っていうのを作ったんですね、うん、改新っていう会派を作ったんですけどで、この時に社会党を外したんですよ。うん で小沢一郎がこの政界再編でやりたかったのの,のもう一つがですねこの社会党を解体するっていう。うん、で、この当時の社会党って、政治改革を標榜する小沢化すると、ですねもうお荷物以外の何物でもないんですよ。うんうん、まあ、まあ、正直申し訳ないけど、時代遅れの中選挙区制にしがみついて。うんうんうん 野党第一党の地位を維持して、で自民党の保守派と、まあ、国体政治やってで、自分たちの要求を適当に通してみたいな感じのことをやってて、でその特に社会党の左派ですね、一国ごりごり平和主義で、うん、自民自衛隊の海外派遣も、まあ、PKO 協力法の時には、ね、牛歩戦術まで使って反対。で実はあのー その小選挙区比例代表並立制っていうその政治改革関連法案を通すときも、これ、社会党の左派は反対してるんですよ。でも小沢からすると、社会党の特に左派、これがうざいので、この統一会派改進ていうのは、新政党と日本新党と民社党で作ったんですよ。うん、で、そしたら、もうやってらんねえよって言って、社会党が連立政権から離脱しちゃったんですよ。 新政党と日本新党と民社党、さっきの先駆けどこ行っちゃったんでしょうか先駆けはですね、結局、竹村正義が小沢一郎と対立してるので、結局、この当然統一会派には、うん、まあ小沢も誘わないし、竹村も入らないしって感じですあ。もう一回確認すると、日本新党と新政党と民社党で改新をやった、そこに社会党を呼ばなかった。小沢とすからすると、これを、まあ、基盤に もう一個大きな、要は新しい保守の政党を作っていこうっていう文脈なんだけど、うん、社会党が連立政権から離脱したことで、畑勤内閣はこれ、少数与党になっちゃうんですよ。うんで、自民党がよしって言って何やったかというと、内閣信任案を提出する。旗内閣不信任案はい、そうですね。うん、でこの内閣任案は 成立する可能性が大なんですよ。うん、なので、畑内閣は解散・総選挙はするか、まあ、内閣総辞職するかっていう選択なんですけど、これ、内閣、結局総辞職するんですよ、解散・総選挙せずに。で、解散・総選挙を断念した理由が、まあ、いろいろあるんですけど、一番大きな要因は。 小選挙区制の区割りが終わってないんですよ。<ー>なので、結局これ、解散・総選挙すると、中選挙区制で選挙することになるんですよ。<ー>勝てないよねっていう。<ー>勝てないし、小選挙区制を導入しておきながら、中選挙区で選挙するっていうのは、政治家としてどうなんだっていうのもあって、解散を断念。 ということは、国会勢力は変わらず、ね、畑内閣だけが消えるということになります、ね、そういうことになります。すると、2か月ぐらいで畑さんが辞めるって言って、その時き畑さんがもう記者のマイクをなんか、ががっと突きつけられて、なんか、そのマイクがいっぱいあって困ってるみたいな、そんなんが、雑誌の表紙飾ったような、はい、そんな時代だったと思います。その後はどううなるんでしょうかでじゃあ今度 まあどうするかっていうことになるわけですよ。で、また小沢一郎ですよ。会心っていう新しい会派を作っている、うん、できたら、うん、あの、星っぽいあの一つの一大勢力を作りたい。はい。うん、でところが、議席の数では自民党に足りない。うん、ってことで、今度小沢一郎が何やったかっていうと、当時自民党にいた、海部俊樹はい。これに、 うちに来ないかって言って、うん、で、海部さんは20人ぐらいの派閥持ってたってことでしょうか。そうですね。で、うん、海部都市を、まあ、具体的に言うと、連れて、海部都市を自民党から離党させて、で、その海部に自民党のメンバーが何人かついてくれば、勝てるじゃないですか。はい で、それをやろうとしたんです。うん、で、実際に開封は自民党を離党して、この時首相指名選挙、国会内でのに臨んでいます。はい、で、そうすると今度、自民党は勝てないじゃないですか。うん、で、自民党はどうするかっていうと、社会党と手を組むんですよ。もう、むちゃくちゃなってますね。そう、むちゃくちゃなんですよ。うん、で、その社会党と手を組むっていうのはなんでかというと、社会党は反小沢だから、うんうん、いわゆる、例えば社会党に、 お前のとこから内閣総理大臣に出していいよぐらいのことを言えば、社会党は、まあ、もしかしたら応じてくれるかもしれないじゃないですか。で、で<す>ここら辺で活用したのが、うん、亀井静香と野中博文とか、そういう感じです。ということは、もう小沢にだけは、あの、権力を渡したくないから、もうあの、党の理念とは全く反するような社会党とでも手を組もうという、そういうことですね。うん、ところが、それを今度やって、うん、結局これで村山富一内閣が成立するんですけど、はい、今度それはそれで自民党の保守派は、 社会党と手を組むなんてありえないっていうふうに言う当然自民党議員は出てくるわけですよね。うん、で、これが、まあ、結局ものすごい僅差で、自社差政権って聞いたことあるんですがそうです。だから自民党と社会党と新党先駆け。で、新党先駆けだから反小沢だから、あ<ー>まあどっちかというと自民・社会党の側に行くんでしょうけど。だ理念関係なく反小沢 で統一してるってことですね、そう,そうです。で、結局、これは、えー、と決選投票まで行ったんだけど、えー、と村山が勝つんで、えー、と開部都市は負けるんですよ。だから小沢は負けたんです。今、これが、と西暦でいうと大体何年頃でしょうか ?1994 年の6月ですね。あ94年の6月、うん、はい。うん 小沢が負けて自社政権ができて村山富一さんってなんか懐かしい感じがす今もね、存命の内閣総理大臣で一番最高齢ですけどね。先生、村山首相って覚えてらっしゃいますか僕、この頃からも記憶あります。記憶か？あります。はい。まあ混迷してたわけですね、もうこの頃って日本の政局が。で、だから小沢一郎ってこれができるんですよ。だからここで、 例えば、渡辺道夫とか、海部都市きっていうふうなことができる。で、しかも、まあ、要は、何ですかね。まあ、うまくはいきませんでしたけど、これをてこに政界の再編を進めようっていう。だから、ツボを押さえてますよね。押さえて。ここは渡辺だねとか、ここは、あの、海部、うん、だね海だねっていう。これなんか今、うんで、なんか、その、ちょうど、あの、 チェスの子が動かすような感じで見てるだけだけど、これ、本当に開封一人動かす、渡辺道を一人動かすだけでも大変なことなので、うん、それにぞぞっと多くの人々の利権とあの生活がかかって移動してくるわけだから、うん、それをさっとやれるっていう小,小沢の力っていうのは、なんかすごいなって思いましたこの当時、多分小沢50代前半ぐらいだと思うんですけど、はい、まあやっぱり一番この頃が油が乗ってたなっていう政治家としてね。 でまあしかも、ちょうどその自民党政権が終わって、さあ、このあと先行きどうなるのかなっていうところで、まあ、やっぱり剛腕小沢、これがいないと困るっていう、だからみんな小沢についていく。小沢だったら、なんとかしてくれるんじゃないかっていう、まあ、期待ですよね。うん。まあ、負けましたけど、まあ、今の政治の退屈の際よりはやっぱり面白いですよね、こっちのねうがね。うんうん では先生次のパート4で、この村山内閣以降お話ししていきたいと思います。はい